ちっすー、誰も知らない凡人こと、イカレタコスケです。とうとう来た。来たんぜ、マラサイ。まあ言うたって、まあマラサイは、ティターンズの中ではね、まあいわゆるジムじゃないですか。だからそこまでじゃないけど、来たね。来ましたね、マラサイ。やっぱこの最近ちょっとガンダムとかね、続いてたからね、もう今日はね、出るよ。出ますよ。あ、出ない、出ないわけがないんだ。さて、ちょっと今日は21連でぶっぱしちゃいますかね。まあ、申し訳ない。ちょっとこれ1回目1連にしとくか。これ多分ね、これで出ちゃうんだわ。申し訳ない。いや、そのためにわざわざこの3個を余分に買ったんで、ちょっとこれで出るかな。ちょっと申し訳ないね。あ、いい。はい、はい。まあ、出るからな。まあ、いいだろう。もうなんや言うたらこれは無償ですからね。無料の3等組で、マラサイが出てしまいますということでございますよ。さ、赤箱からの、ドンっていう茶番はまあさておくとして、皆さんいいんですか？本当にティターンズ、とうとうね、ザクを超える。まあ、ティターンズの真の代表的なモビルスーツ、ザクの名前関さない、マラサイが来たからって、いや、ガチャ回していいんですかね？今の1回転で、やっぱちょっとここ考えるべきじゃないかなと思うんですよ、僕は。うん。とりあえず、1回リサイクルショップ見てみようか。高機動型ゲルググレベル3来てんの？ずいぶんお安いですね。たったの300枚でモビルスーツが買えてしまうのか。安い。おお、すっげえ来てる。おお、すごい来てるね。機体 HP がちょっと高いんじゃないか。335枚じゃねえ。これモビルスーツ、これだってこんなにチケット持ってる人いますかね。いや、買えないと思うな、これは。さすがに。ちょっと足りないかな、やっぱ。いや、これちょっと厳しいんじゃないかな。ほらー、やっぱ足りなかったわ。ちょっとしょうがないな、じゃあ。ちょっとリサイクルチケットもらってきます。リサイクルチケットもらってきますじゃねえんだよ。ああ、おい。こんだけの今までのリサイクルチケット全部使っても足りないなんて、おめえ、もういい。リサイクルチケットのことはマラサイに忘れさせていただきましょうね。はい。ちょっとお前もういいんじゃないか。最初にボンって出て気持ちが落ち着くでいいんじゃないのか。はい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 。最近もう本当にもうお前は本当ツンデレだな。ツンデレが過ぎるんぞ。あー、おめえなんか、なんか急に来たぞ。急にサクッと来たぞ。うわ、サクッと来た。これ多分今のフェイントが来て、これがマラサイ来た。あー、来た。やっぱスバラ、スバラ。あらららら、らちょっと全部、何、今日全部お払いされちゃうかな。これは来たよ、久しぶりに。やっぱやっぱ俺ティターンズに、お前はレベル1のマラサイよこせ。おお、どうなってやがんだ、どうなってやがんだ、俺これ一体どうなってやがんだ。なんだお前のその武器は、マラサイにつけられるんですか。やっぱティターンズに愛されるべくして、まあ、ここまでのね、変な機体って言ったらまあ失礼かもしれませんけども、まあ、変な機体がね、いっぱい来てたからね。やっぱここのためだったんだな、溜まってたのはな。申し訳ねえな。申し訳ねえ。今、ちょっと今変な機体見えたな。いや、じゃあ、ちょっと待って、銀河マト押し寄せてこない。レベル1くれ。レベル1も欲しいし、お前、他にもお前まだ出ていいのよ。この流れ掴んどけ。この流れ掴んで。まだ、ここまでにお前、いろいろあったからな。今までの、今日は今日で、あのな、
その最初に10連で出てくれて OKOKOK、 それ OK、 完璧ですよ。でも今まで突っ込んできた分でマラサイ一騎じゃあまりにも報われない。今までの分もちょっと出してこう、出しとこう、うん、全然バチ当たんないから。今までの分、今盛り、一番盛り上がってる、今一番盛り終わったかな、一番盛り上がってるところ。さあ、どんどん入れていきましょう。終わった。全力、俺の全力マラサイ。とりあえずまあマラサイレベルに来たからな。いや、お前久々の本当の本当に、お前一月ぶりとかに星に当てて全力じゃやめて。今来てるんだろ、来てるんだろ。よし行こう。よし、じゃあ見て、来なくていいから、この勢いの、この殺さないで、この勢い殺さずに行こう。よしよしよし、マラサイレベル1でもいいし、先週その前とずっと来てなんかグフグライドタイプ以降来てなかった。モビルスーツでも確かにドワッチはそうなんだけどね、ゼータ世代だしね。うん、どうなんだ、そうなんだけどギリギリ違う、ゼータなんだけどギリギリ違うんだな。よしよし、この勢い殺すぞ、いけろ、けーダメ、この勢い殺すな、今日すごいぞって。ファットアンクル何台来てんの、ガウト、ファットアンクル何台来てんの、このまま生きろ生きろ、あ、生きていこう、生きて、レベル1を出して、レベル1とか他のものも出して、お前の顔はもう親の顔入りよりも見たんだ、おめえはよ、ゲームカモフちゃんよ、どっちつかずのよ。どこ見てるんです、どこ見てるんです、あなたは、え、その単眼はよ、もう終わりか、ちょっと、もうちょっとあっていいんじゃない、ね、もうちょっとあっていいんじゃないねえ、盛り上がりとしては確かに出たんだけどさ、な、おい、普通にやめて、平常運行とかそういうのいらないから、常に異常運行でいいから。おい、この20連目無駄にしないで。最初の10連のすごい盛り上がったけど星2が当たっただけだからね。ピックアップが当たり前なんだよ、ある程度回してたら。それはなあ、聞いてる？俺すごい今喜んだけど、ツイッターとか見てごらん、ボコボコ当たってっから毎週。おお、聞く耳持たぬか、あ、ミディアの耳に念仏ですかね。おお、すごい一気に武器ガチャになったんだけど、嘘だろ、終わったぞ、かぶったぞ、おい、出ました、おい、20連目おめえあんまりじゃねえか、こんなの、なんだよ、また来てね、はい、物資が、何それ、サイクルチケットと何でも交換します、嬉しいんだけどさ、こちらになります、はい、ファイドリー、これも手に入ったしな、全部手に入ったから嬉しいんだけどさ、そうじゃなくなくなくない？まあいっか、まあいいとしようか、今日はな、じゃあマラサイ当たったから。こいつでも今後普通にいっぱい出てくんじゃねえだろうな、ハイタックみてえに、やめてくれよ、レアリティのあるモビルスーツやってくれよ。今日はなんせさ、北極基地来たでしょ、あそこテストでやりたかったんですよ。武装がある、おい、おい、武装あんのか、おい、ふざけんなよ、俺の他には何にも、お前本当にマラサイ単発で出したな。ちょっとまあ期待見ていこうか。マラサイレベル2、体力17500、
まあまあ、常識的な汎用にしてちょっと柔らかめか500にしては。射撃補正33の格闘補正17、スピードが高めの130となっています。若干昨今のモビルスーツとしては性能が一歩足らずみたいな感じである？ない？そんなこと。はい。そして脚部ショックアブソーバークイックブースト、両方ともレベル3ですね。緊急回避制御、高性能バランサー、高性能アンバック、格闘連撃、これ右肩走行干渉、あ、ザクにもつけろってやつですね。で、こう強制噴射というわけで、まあ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 常識的な汎用のスキルは持っていますが、まあ海蛇持ってるんで器用貧乏になるか否かといったところですね。とりあえずなんかさっきこれ何交換したのところで何も見てなかったんだけど、スラスター回復量アップ、お前これ使う？こんなにたくさんこんな使うかこれ。あ、でもこれがいいね。噴射制御装置レベル4、俺これも多分交換したね。これはいいな。噴射制御をゴンゴン上げる、すごい伸びていく、すごい伸びていく。いやーすげえな。あ、タイビーム走行20とか、前ずいぶん前になんか一回出たかなのがスルーしてたんだよその時ね、多分ね。はい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 、こんな感じ。スラスター87、まあ、地上で見ときましょうか。まあいい、まあまあまあ20連で出たから、とりあえず今週だけ見ればよしとしよう。今までのやつ全部目つぶったとしてな今までのやつを全部目をつぶったとしてな。あっと、これだ、懐かしいな。これ上げられ、あ、まだ上げられないんだね。さあ見せてもらおうか。でもティターンズの正式採用汎用量産機の性能とやらを。それじゃ始めよう。雪舞石、ちょっとなんか色変えたらケンプファっぽいな。あ、でもやっぱいいわ、ザ・ジオンのモビルスーツ、ザクじゃない、いいね、かっこいいね。やっぱいいな、うん、モビルスーツな。そしてこの丸っこい背中のジェネレーターとか、こうやって後ろから見るとかっこいいですね。早い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 、スイ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 ですね。そしてこのマップも懐かしいな。まんまか、ちょっとまんまではないか。でも上下がある非常に短期決戦型のステージとなっています。割と横伸びが多かったステージが多い中、こういった短期決戦の強襲機がね活躍できそうなマップってのはいいですね。さあまずはこれ普通のビームパックか、そうっぽい一発よろけで、あ、でも弾数がすごいね。ちょっとリロード長いけど、6発ですか。そして、まあ、バールカン。まあまあ、割と性能がマッチしてる。右肩がちょっと邪魔ぐらい。右肩これ外れんか。海蛇。お、お？ヒートロードとちょっと違う？あ、外れると遅めか。ヒートロードと、あれ同じ、なんかちょっと違くない？モーションが違うから違うように見えるだけ。なんか出が早くない？そして格闘。あ、まあそうだよね。一番シンプルなやつ。うん、格闘はシンプル。緊急回避。まあまあ、ゼータガンダムが好きな人には、スタート地点として、いいモビルスーツじゃない？ちょっとこれ長えけどな、ビンパックな。その代わりの海蛇といったところか。当たんないんかい。海蛇への切り替えがもしや、早くない？これもうそれ一点張りかな？あともう一個の武器だよね。ビーム、格闘、海蛇、格闘。ああ、マッチしてるんじゃない？で、その間にビームが溜まって、海蛇溜まって、なんか、全般的に動きやすいわ、思ったより。いいんじゃないですか？当たんね。難しいけど。うん。もう一個の武器なんだろうね。バズーカ？マシンガン？チャージビームライフル。わかりませんけど、海蛇使いやすいよ。
海蛇使いやすいわ、当たらんけどな、場合が。そうだね、当たんねえなこれ。難しいな。あー早い、これな、リロードが2が高いからワンショット、ワンセットだけど、でもいいんじゃないですか。あーあれ欲しい、なんだっけ、向き変えるやつ。で敵にちゃんとヒットすると、あ、いやそんなことないな、ヒットしなくても、ヒットしない、ヒットすると切り替えがめっちゃ早い気がする。そんなことない、あ早いな。あどう、あ変わんないか。まあでもなんかスッと武器の切り替えが可能ですね。これ武器のリロード速度を上げられるんだったら海蛇かなり強いんじゃない。ああまあなんか全部スッと使えますね。おっと長くなりましたね。というわけでまあよしよし、そのうちサザビーとか来そうな、ケンプファっぽいな。というわけで来週からティターンズのターンが始まるぜ。ティターンがな。それでは See you。